でも、はい、みんなの方が美味しそう。いた。何ですか？私作ったんですよ。持ってくるの忘れちゃう。待ってください。忘れたんです。はい、森さんと、あれ先にあげたっけ。いや、私もごめんなさい、持ってくる気もなかった。私は本当に家に忘れたんです。マジありがとう。マジめっちゃ忘れ、待って、考えてもなかった。私はちゃんとやばい、あの袋にまで入れたんですけど、持ってくるの忘れた。あれ、ね、マジみんな乙女。 あれです、バレンタインあるあるです。忘れるって言ったんですよ、イベントで。そう、作った用意したのに忘れてしまった。そう、それを本当です。じゃあママに電話しますか。日焼け止めでいいですよ。待ってください、待ってください。持ってくる気なかったもんっていうよりはやっぱり、ね、いや持ってくる気はあったけど、じゃ持ってくる気はあった。準備してないですか。はい、しない。モンさんとみんながこんなに、あのもう私の中でのバレンタイン終わったんですよ。そう、私の中のバレンタイン終わったからもう。やばい。あれでもういろんな人にあげたんですよ、学校の子とか。だからもういいかなと思ってて、でも本当に持ってくる気はあって6個だけ取っといたんですよ。ありました。この2人のことはちょっともう放送しましょう。放送さん、やめてください。あ、じゃあ、あのまたどうしよう、どうにかなりませんか。どうにかうまい編集で。いやだ、ちょっと待ってください。一緒にしないでください。作ったんです、私は。私は作ったんです。作るって考えてた。え、てかもう渡したけどまんまだった。じゃあみんな次会うと